今回は立体感のあるリアルなツイードネイルの作り方をご紹介していきたいと思います。デザインは親指のデザインを作っていきます。それではどうぞ。では全体にオフホワイトのジェルを塗っていきます。こちらは2度塗りしていきます。3分の2のツイードになる部分を黒のジェルで塗っていきます。こちらも2度塗りしていきます。それではこちらのライナー筆でツイードの部分を描いていきたいと思います。白のジェルで縦と横に線を引いていきます。こちらは後で修正するので線が曲がってしまったり外れてしまったりしていても全然問題ないです。次に黒のジェルで立体感が出るように少し黒い線を描き足していきます。
次にさらに立体感が出るように白いジェルで線を少し描き足していきます。次にゴールドのジェルで線を少しだけ入れていきます。こちらはシルバーのラインでも可愛いですし、入れなくてもとっても可愛いのでお好みで入れてみてください。次の工程でシールを貼るので、ノンワイプジェルで一旦仕上げていきます。ではこちらのシールを境目の部分に貼っていきたいと思います。次にクリアジェルを少し塗布して、その上にパーツを乗せていきたいと思います。今回は黒い三角のパーツを2つ組み合わせて可愛らしくリボン風に仕上げていきたいと思います。ではトップコートジェルを塗って仕上げていきます。今回は拭き取りが不要のノンワイプトップジェルで仕上げていきます。はい、こちらで立体感のあるリアルなツイードネイルの完成になります。秋から冬にとっても可愛いと思います。ぜひ参考になると嬉しいです。
この動画が良かったらグッドボタンかチャンネル登録をお願いします。